鉄道キッズのみんな、こんにちは。今日は山手線に乗っていろいろな電車を見に行こう。どんな電車に会えるか楽しみだね。みんなも知っている山手線は、東京の会社やお店がたくさんある街の中をぐるりと一周走っているよ。新幹線が出発する東京、赤い京急の電車が出発する品川、小田急ロマンスカーが出発する新宿、西武の特急ラビューが出発する池袋を通るよ。山手線を走る車両は黄緑色の E236 系。2015年に登場した新しい車両で、お客さんがたくさん乗れるように11両編成だよ。ドアの上には液晶モニターが2つついていて、みんなが楽しめるクイズやコマーシャルが流れているよ。その隣のモニターには列車の行き先や次の駅、乗り換えの案内、降りたい駅までかかる時間が表示されているよ。外国の人でもわかるように英語でも表示されるんだ。東京駅に山手線の列車が入っていくよ。ここで山手線と並んで走る列車に乗り換えてみよう。山手線と走る列車といえば、水色のラインの京浜東北線。京浜東北線は埼玉県の大宮から神奈川県の横浜まで走っている列車で、田端から品川の間は山手線と並んで走っているよ。京浜東北線は昼間の間、快速列車として走っていて、山手線と並んで走る間、西日暮里、日暮里、鶯谷、御徒町、有楽町、新橋には止まらないんだ。京浜東北線の快速列車が有楽町駅を通過していくよ。通過する駅で降りるお友達は山手線に乗り換えよう。京浜東北線を走っている車両は水色のラインの E233 系。2006年に登場した山手線よりもお兄さんの車両だ。山手線よりも少し短い10両編成だよ。次にやってきたのはオレンジと緑のライン、東海道線の E233 系。東海道線は東京と品川の間で山手線と並んで走っていて、横浜を通って小田原や熱海など遠くの町へ行くことができるよ。上の東京ラインを通って高崎線や宇都宮線からやってくる列車も走っているんだ。列車は山手線よりも長い15両編成。遠くの町までたくさんのお客さんを運ぶよ。4号車と5号車は2階建てのグリーン車になっていて、ゆったりと座って旅行ができるんだ。こちらの青いラインの列車は常磐線の E531 系。常磐線は上野と茨城県や福島県を通って宮城県の仙台の方まで行くことができる路線だよ。常磐線は上野と日暮里の間で山手線と並んで走っていて、上野東京ラインを通って品川からやってくる列車もあるよ。常磐線の特急 E657 系。常磐線の特急には止まる駅が少ない日立と止まる駅が多い常磐の2種類があるよ。 E657 系の最高速度は時速130キロ。カーブでも揺れが少なくなるように
フルアクティブサスペンションがついているよ。池袋から大崎の間で山手線と並んで走るのは緑のラインの埼京線。埼京線は埼玉県の大宮から大崎までを走っていて、その先臨海線の新木場まで直通する列車もあるよ。埼京線は大崎から横須賀線の線路を使って羽沢横浜国大駅から相鉄線に乗り入れてるよ。大きな鉄橋を渡ってきたのは赤いラインの京葉線。京葉線は東京駅の地下のホームから出発して東京ディズニーランドがある舞浜を通って千葉県の蘇我まで走っているよ。この列車は蘇我から外房線に直通する快速上総一ノ宮行き。大きな観覧車や水族館がある葛西臨海公園駅を快速列車が通過していくよ。こちらのオレンジ色の列車は中央線。オレンジ色の中央線は快速列車で東京駅を出発して新宿を通り高尾まで走っているよ。また立川から分かれて東京アドベンチャーラインの青梅まで走る列車もあるよ。中央線の快速列車は普通の快速のほかに中央特快、青梅特快、通勤特快など止まる駅が少ない列車もあるんだ。山手線の旅はどうだったかな。黄緑の山手線、水色の京浜東北線、青の常磐線、赤い京葉線、オレンジの中央線、いろんな色の列車に会えたね。みんなの好きな色の列車はあったかな。最後まで見てくれてありがとう。みんなが乗りに来るのを楽しみに待って